げん軟骨唐揚げ肉付き。もうこのこれ上がってるように見えるけど上がってないのかね。170度のたっぷりの油で、1分半揚げるだけかちょっとやな。なるほど。じゃあなんか見た目は普通の唐揚げっぽいよね。なんかスナック食ってるみたい。スナック菓子だねこれ。安いからありだね。ひじきなんて入れる？まあ、マックフライポテトだけでいいな。わがまんか。こんにちは、アグラミ長男です。はい、まあそんなもんだでね、久しぶりの業務スーパーさんのお惣菜レビューなんですけど、まあ、お惣菜っていうか冷凍食品ですか。あー、これね、大当たりでしたね。気に入りました。まずね、400g って結構入ってるんですよ。結構な量が入って、まず378円。これ安いと思いましたね。で、いいところいろいろあるんですけどもね、まあ、悪いところがほぼ見つからないという感じですね。まずコスパ抜群で味がいいんですよ。私は塩かけたりマヨネーズつけたりしましたけど、基本ね、何もつけずそのままでもねいけますよ。まあ、僕は、マヨネーズつけた方が個人的にはうまいと思いますけど、でマヨネーズつけた方がうまいと思った一因にね、油切れがすごくいいんですよ、衣の。結構分厚めの衣なんですけど、油で揚げるでしょ、まあ、それがもうたくさん油吸って、もう油じわじわ出てくるんじゃないかなと、咀嚼したら油がジュッとくるかなと思ってちょっとビビってたんですけど、もう音を聞いてもらいましたよね。噛んだ時の咀嚼音ね、もうカリッザクジャクっていうね、ものすごいスナック菓子みたいな感じでね、最高でした。ですからまあ不満に思う点が一つもなかったって言ったところですかね。まあ時間もね、あれもうすでに加熱されて揚げた食品になってますんで、
もう本当に熱くなった油に1分半もうさっと揚げるだけでね、要はまあ解凍されてその出てきた水分が飛んでしまえばもう OK っていうことなんでね、もう本当にすぐできます、うん、ですからまあちょっとこれはね冷凍庫に余裕があるときはもう常に置いといてもいいかなと思ったりしております。やっぱりあの簡単ですしうまいですしね、うん、まあ、軟骨嫌いだよっていう人にはもちろん向かないんですけど、普段からねあの膝軟骨やげん軟骨食べてるっていう人にはねおすすめですね。で食べたことない方もねその、好き嫌い、食わず嫌いでない方はねぜひ一度試してみてください。本当にスナック感覚でね美味しく食べれます、うん、マヨネーズをつけるとより美味しい。で、あと一つ思ったのがね、あのすでに加熱してあるということはこれオーブントースターで焼いてもいけるんじゃないかなと。もしそうであればね油使う必要もないですし、食べるのもっと手軽に使えるんじゃないかなと思って私やってみました。じゃあねその様子をまずご覧ください。どうぞ。そんなこんなでね、トースターで炙ってみました。そしたらねこれが思った以上にドンピタ大正解よし。デメリットが1個だけ、それはね、仕上がりまで時間がかかるってことですね。油で揚げる場合ね油が温まってさえ、しまえばその1分半で揚がっちゃうんですけど、出力が低いトースター、あんな小型のトースターだとね、僕は3、4分かけました、うん、まあ余熱の時間があるから実質まあ22分ぐらいかな、22分かかっちゃうっていうね、余計に20分かかるっていうことが、まあ、唯一のデメリットかなと。でメリットとしてはねもう本当にアルミホイル引いてそこで焼くんですけど油が出てくるんですよ。もともと含まれている一度、ね、加熱処理で揚げられた時に含んだ油が出てくるんでカロリーがさらに抑えられるっていうね、グッで、そしてさらにねサクサク具合が倍増ということでね、個人的には油で揚げるよりもトースターでじっくり焼く方をおすすめしたい気持ちです、はい。まあ、今後僕はどっちでやるかはまあその時次第ですけどね、まあ、油がもうないよってわざわざ新しい油切ってオイルパンに油入れてってだったらトースターで 100% やるんじゃないかなと思います。まあ本当に良かったですよ、うん、とりあえず食わず嫌いやめてね一度軟骨を食らってみませんか。もうバリバリ音はすごいんですけど歯に触るというか硬いとかそんなこと一切ありませんのでね、香ばしい風味、ニンニクの風味もありまして、お酒のおつまみにはバッチリじゃないかと思われます。まあ、そんなこんなで、業務スーパーレビューでした。また何かね、美味しいもの面白いもの見つけたらご紹介していきますんでね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。私とても喜びます。それではまた、脂身長男でした。